もライドオンでございます。11月ですよ、ゆうちゃん。はい、11月、私の誕生月でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。めでたい。今日はまたちょっとね、はい、特別なゲスト来てくれておりますんで、はい、お呼びしましょう。この方です、どうぞ。はい、埼玉のサンブレイクの佐藤博史です。よろしくお願いします。はい、博史です。よろしくお願いします。お久しぶりです。サンブレイクから対談と。そうですね、長い時間所属してたので。いや、そうなんですよ。悲しいですね。はい、で前回一回戦ってんの我々。あ、そうなんですね。コテヤさんでね。はい、コテヤさん。で、あの時どっちが勝ったんだっけ。まあ一応僕が、はい、勝ちましたね。まあまあね、まあまあそうなんだけど、ちょっといろいろなんかやらかしてんのよ、この人。やらかしてる。やらかしてんの。ヘルメット忘れてきて、はい、でその関係で、はい、俺全然アップなしでガチガチの中登ったのに、この人だけずっとアップして、あのヘルメット待ってる間しっかり体作ってから登ったの。あら、あれがあったんで、はい、あれはちょっとまあ俺の中ではノーコンテストなんで、うん、今日改めてもう一回ちょっと決着をつけてから送り出したいなと。そうですね。今回は那須ブラーゼン、そして埼玉那須サンブレイブから対談が発表された佐藤博史選手をゲストに迎え、自転車専門店関石ネオサイクリスタ新鹿沼店からおすすめのスポーツバイクをご紹介。ナビゲーターは加藤さんです。こちらはコラテック社の、はい、エントリーユースとして有名な、バイクで、シェイプスポーツ。シェイプスポーツ。あとそれのディスク版でアーバンディスクという自転車になりまして、どちらもですね、後ろ8段前3枚の24段の24段、自転車になっております。はい、ディスクはやっぱり雨の日でもそのブレーキ性能が変わることがほとんどない。これは、はい、僕もようやく今ディスク乗り出して、はい、本当に違いますね。しっかり効きますよね。あと細かい本当にその調整というか、はい、ができるもんね。で、はい、従来のこのやっぱリムのいいところっていうのは、まあ、そうですね、やっぱリムっていうのはやっぱりメンテナンスのしやすさっていうのがあって、はいはいはい、ブレーキシューとかも自分で交換できます。はい、そうそうそう、はい、やっぱディスクだとちょっと僕も全然触れないので。いや、そうだね、難しい、難しいんですよ。大変よね。そうなんですよ。我々ではなかなか気を使うところがいっぱい。そうそうそう、消耗品の交換ですらやっぱ我々ちょっとね、僕は全然できない。はい、はい、あとやっぱり雨の日走らないのであれば、やっぱり晴れでも、まあ、リムだったら結構効くことが効くので、しっかり。そっか、はい、その辺の自分の使い方にも、まあ、そうですね、使い方とかにもよるんですけど、はい、ですね。タイヤの太さがですね、700の 35C といいまして、はいはい、太いタイプのタイヤを履いてまして、うん、安定性に優れているところが特徴かと思います。しっかりなんかやっぱこうオンだけじゃなくオフロードもいけそうな、ね、いけちゃいそうです ね安心感すごい。そうそうそう、まあ、そうなってくるとちょっと気になるのは、はい、気になりますね、お値段の方なんですけども。こちらはですね、はい、差額で言いますと約1万ぐらいになっておりますので、あ、ディスクの方が1万ほど高いんですけれども、まあ、弱ぐらい、はい、まあ、ちょっと高いと。すごい、ディスクなのに、ね、なんかもっとね、お高いイメージがあるから。そう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 、いや、ロードで言うとだいぶもうちょっと差はつきますけども、うん、この自転車であればそれぐらいなんで、割とじゃあ佐藤選手が言ったように、はい、自分のまあ使い方、そうですね、で皆さん選んでいただきたいし、これ今ちょうど色違うんですけども、それぞれでやっぱ色が違うらしいので、これもぜひお店に来てそのカラーも見ていただいて選んでいただければとね、思いますね。はい、加藤さん、続いての自転車は何ですか。はい、折りたたみのようで折りたためないミニベロタイプの、ライトウェイ社から出している、グレイシアブロックという自転車になります。グレイシアブロック、おしゃれ。いや、そうね、ね、うん、もうこのカラーというかこのフレームのこの感じが分かる。マットブラックが大好きなので、うん、もう大好き。色もだからミニベロって基本ちょっと可愛いじゃないですか。そうですよね。でもこのマットにすることでちょっとかっこよさとかスタイリッシュさ、あとこのデザインがかっこいいですよね。かっこいいですね、本当に。ディスクブレーキでもあるし、名前にもあったこのブロックって、このやっぱそうですね、オフロードも走れるんでね、はい、ミニベロでオフロードも行けるんだみたいな。結構珍しいですね、はい、あのミニベロなので、はい、女性でも
乗りやすい。そう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 、小柄な人でも乗りやすい。コーディネート楽しい絶対、うん、あいろんな、そうやな、ね、うん、今日どのヘルメットかぶろうかなも絶対楽しい。ウキウキする自転車だと思うんで、ね、ぜひ皆さんこれもまあ見に来ていただければと思います。やっぱりその初めての方だったりとか、うん、まあ、2台目考えてる方とかに、はい、今が買い時なんじゃないかなと思います。素晴らしい、いいコメント、今が買い時です皆さん、ぜひもう本当に今年は、今日ご紹介した以外にもね、いろんなかっこいい自転車、かわいい自転車がゆうちゃん出てますから、盛りだくさんです、ね、皆さんぜひ関西ネオサイクリストさんに来て自転車ご覧になっていただきたいと思います。皆さんのお越し待ってます。ここでナイドンニュース。10月28日、精密測定機器大手ミツトヨの宇都宮市下栗町にある工場でミツトヨ感謝祭が行われました。ミツトヨは宇都宮ブリッツェンのオフィシャルパートナーで、この日はブリッツェンや埼玉ナスサンブレイブの選手、そして私大事やゆうちゃんも参加しました。そしてメインイベントはエキシビジョンレースミツトヨクリテリウム。宇都宮ブリッツェンはジャパンカップで着用した限定ジャージを着るカクテルブリッツェンと、レギュラージャージを着る宇都宮ブリッツェンの2チームに分かれ、埼玉ナスサンブレイブを加えた3チームによるレース。距離は1周 500m のコースを10周回、トータル 5km。序盤は各選手が積極的にアタックを仕掛けますが決まらず。そうですね、あ、まだ逃げてますよ。最後はカクテルブリッツェンのエース小野寺選手が抜け出し独走で優勝。ミストを表現するノギスポーズを決めました。ノギスポーズでしょうか。ノギスポーズですかね。小野寺選手には水戸よ宇都宮統括部統括部長加納隆文さんからチャンピオンのギスが贈呈されました。お、言ってたのか、ギターのようなノギスギターライゾー。佐藤選手とやってきたのはヒルクライムスポット栃木市の大平さん。今回はビンディング歴の浅いゆうちゃんのために登りのアドバイスを聞いていこう。ヒロシはどうですか、こっちの方走りに来ることはありますか。そうですね、僕今回ここが初めてですね。あ、初めて。初めてです。ゆうちゃんはどうですか、大平は。はい、大平さん先日ナスロングライドのイベントでちょうど来たんですよ。あ、登った。いや、車で。車で。私たちは車で登ったんですけど。まず結構軽いギアを選択すれば、はい、足をくるくる回せるんで、はい、まずそこをもっと軽いギア使えるように、多分前が多分大きいの入ってるんで、インナーに入れて、そうそうそう、インナーに入れて軽くくる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 回転数上げてこぐ、はい、そうですね。これはやっぱ序盤は何枚か残しといた方がいいですよね。まあそうですね、でも、まあ、でも一番軽くしちゃってもいいと思うんですけど、へ、最初から一番軽くても女の子の場合は、はい、今結構きついじゃないですか、きついです。勾配が、うん、でもう全然軽いの使っていった方がすでにきつい。まあそうですね、基本的に引き足を使う意識の方が、あの足を使わないペダリングができるので、引き足意識、上りは引き足意識の方がいいですね。あ、確かに軽く感じるかも。はい、でやっぱ引き足使う時に上半身とか腕に力が入ってると、はい、あ、入ってる、力が伝わらないので、あ、手の力を抜いて全身でこう、これ、ね、ペダリングする感じだとすごい楽になります。でもやっぱり無理せずにギア軽くしたことでなんかいつもより楽です。そうそうそう、もう無理しないのが一番だからね。無理しないのがいいですね。まずダンシングするときに、はい、ギアを1枚か2枚ぐらい重くするっていうのが結構ポイントで、あ、へえ。
で今一番軽いギアに入ってるじゃないですか。はい。じゃあそれ1枚ちょっと重くしてみて、はい、で全身の力を抜いて、抜いて、はい、こうお尻を上げて一回、じゃあちょっとヒロシ前に出てみようか。こういう感じなんですけど、あーなんかすごい軽く見えるね。体は動いてなくて自転車を軽くちょっとね左右に振りながら振る感じです。体重をうまく乗せると楽に登れる。そうですね。もう少しこう足というか自転車の真上に乗るっていうイメージがちょっと難しいんですけど、自転車の真上に乗る、楽しいね。座ったり立ったりを繰り返しながら疲労を分散しながら走った方が、やっぱりギアもチェンジも細かくいった方がいいですね。じゃあそうですね、細かく調整しながら、座るときは一番軽いギア使って、はい、立つときは 1,2 枚重くするっていうのを心がけた方が楽かなと思います。なるほど。